Voilà, c'était une répétition pour une des phrases pour l'œuvre par Schumann. Schumann, Robert Schumann. La première chose que j'ai fait, c'était un torite en très terminant. Il y a une イリグチっていう意味。バルスゼーネンっていう森の情景の中からシューマンオピス82番の、第1番目の曲を最初に弾いて、その後、キンダースゼーネン、シューマンのオピス15番の子供の情景から第1番の、これは、そうですね、不思議な国みたいな、そう、レペイ・ミステリューっていうフランス語だと、1曲目でした。練習なので、ちょっと、はい、硬くなってるけど、あとは、他にも、森の情景の2番目の曲とか、どんどんやっていきたいと思います。そうですね、譜読み初見ということで。子供の情景はこの間やったから大丈夫なんですけど、森の情景初めて録音したので、ちょっと硬くなっちゃった。